どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、アメリカンエキスプレスのゴールドカードの特典がね変更になるということで、こちらの解説ですねやっていきたいというふうに思います。こちらね公式サイトなんですけども、継続するたびに増える楽しみということで、更新特典がね追加されるっていった感じになるんですよね。またですね、保証サービスの追加、またね海外旅行保険の変更っていうのもですね一緒にアナウンスされているっていう感じになりますので、こちらはねアメリカンエクスプレスゴールドカード保有されている方、もしくはですねこれからね発行検討されている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。アメリカンエクスプレスのねクレジットカードっていうのは、新規入会キャンペーンっていうのはですねずっとやっていて、期間内にですね決済額に応じてポイントがねもらえるっていった形になっておりまして、それをね目当てに入会する方もね結構多いかななんて思っているわけなんですけども、そのポイントをですね ANA マイルだったりブリティッシュアウェイズのマイル、もしくはシンガポールのねマイルとかにね交換することもね可能っていった形になっておりまして、結構ね人気のあるクレジットカードなんじゃないかなっていうふうに思っております。またね JAL マイルにも交換することがねできるようになったわけなんですけども、まあ、こちらね動画で解説もさせていただきましたけども、交換レートがですねちょっと悪いっていった形になりますんで、利用される方はですねかなりね限られた方なのではないのかなというふうに思っております。でですね、今回の動画ではアメリカンエクスプレスのゴールドクレジットカードのね基本スペックから解説ねしていきたいなというふうに思っておりますんで、今回のですね変更特典だけ見られたいという方はですね、ちょっと申し訳ないんですけども、動画の概要欄にですね目次機能をね載せておりますんで、そちらからね時間クリックしていただいて飛ばしていただければなというふうに思います。それはですね基本スペックなんですけども、年会費が29,000円というふうになっておりまして、基本還元率は 1%、貯まるポイントはアメックスリワードポイントが貯まるっていう風になっております。ポイントの交換先でマイルにね交換することができるんですけども、こちらね ANA だったりブリティッシュアウェイズだったりシンガポール航空っていった感じで、全部でね17社の航空会社のマイレージにね交換することができるっていった感じになっております。でですね、 ANA マイルに交換する場合はですね移行手数料みたいなのがかかるっていった形になっておりまして、こちらね5000円かかるっていった感じになるんですよね。またねメンバーシップリワードプラスっていうのがですね年間3,000円ねかかるっていった形になっておりまして、こちら登録はね自由なんですけども、ちょっとここに関してはね後でね解説させていただきます。でですね、プライオリティパスがねスタンダード会員でね利用することができるっていった感じになっておりまして、対象のね空港のラウンジで年間ね2回まで利用することができます。またね招待日和っていう特典もついておりまして、レストランね2名で予約すると1名分がね無料になるっていう特典もついております。またですねゴールドカードという風になりますんで、空港のねクレジットカードラウンジにね入ることができるっていった感じになっておりまして、手荷物宅配サービスっていうのもですね利用することができてですね、こちらね往復で1個ね無料で利用することができるんですよね。こちら国際線のみっていった形になるわけなんですけども、往復でね利用できるっていうのはねかなり大きい特典だなっていう風に思っております。またねゴールドカードということで海外旅行保険もね付帯しているわけなんですけども、こちらもね今回の発表でちょっと変更になりますんで、こちらもね後で解説させていただきたいなというふうに思っております。でですね、アメリカンエクスプレスのゴールドクレジットカードのね特典っていうのは本当にねすごいたくさんありますんで、もっとね細かく知りたいという方はですね公式サイト載せておきますので、そちらからね見ていただければなというふうに思います。それではですね、メンバーシップリワードプラスに関してなんですけども、年間の登録費用はですね3000円っていう風になっておりまして、有料なんですよね。でこちらはね任意で決めることができるんですけども、こちらに登録するとですね ANA マイルにはですね1000ポイント1000マイルでね交換することができるっていった感じになっております。またですね ANA マイルに交換する場合はですね、先ほども言いました通り移行手数料みたいな感じで年間ね5000円かかるっていった形になっておりまして、上限がね4万ポイント4万マイルまでっていう風になっておりますんで、この点もね覚えておいていただけたらなっていう風に思います。その他のね航空会社ブリティッシュエアウェイズとかシンガポール航空のねマイルに交換する場合は
メンバーシップリワードプラスに加入しているとですね、1250ポイントが1000マイルになるっていった形になっております。それではですね、今回発表されたアメリカンエクスプレスゴールドクレジットカードの特典なんですけども、まずね、継続特典っていうのがね追加されます。クレジットカードをですね更新するともらえる特典っていう風になっておりまして、こちらね今までなかったサービスなわけなんですけども、更新でね特典がもらえるっていうのはねかなり大きいのではないのかなっていう風に思っております。でですね、この更新特典は2つね用意されているっていった形になっておりまして、もともとですねアメリカンエクスプレスのゴールドカード会員向けにですね、ザ・ホテルコレクションっていうね、全国でね600以上のホテルがね利用できる会員向けのねサイトがあるわけなんですけども、こちらの国内ホテルをですね2泊予約するとですね1万5000円分のクーポンがねもらえるっていう特典が追加されます。こちらの開始時期に関してはですね2021年の2月から開始っていう風になっておりまして、こちらが新しくね更新特典でもらえるっていった感じになっておりまして、もともとねアメリカンエクスプレスのゴールドクレジットカードには通常特典としてですね、このザ・ホテルコレクションっていうのをですね利用するとですね、客室のアップグレードだったりですね100ドル分のですねホテルクレジットがねもらえる特典があるわけなんですけども、この更新特典とこの元々の特典はですね併用もね可能っていう風になっているんですよね。まあ通常の特典の方はですね100ドル分のホテルクレジットっていうことになりますんで、まあこちら合わせるとですね2万5000分ぐらいにはねなるかなという風に思いますんで、このザ・ホテルコレクションのね特典を200以上利用した場合にはなるわけなんですけども、利用されている方からするとねかなりね大きいメリットになるのではないのかなっていうふうに思っております。でですね、この更新特典の方はですね対象ホテルはねこんな感じになっておりまして、ちょっとね注意していただきたいのは、各ホテルですね除外日などのね設定があるっていった形になりますんで、もしねこの特典利用される方はですね公式サイトねよく確認されてからね利用していただければなというふうに思います。でですね、こちらの特典の受け取り方法なんですけども、クーポンをね受け取れるっていった形になっておりまして、クレジットカード更新から3ヶ月後にですね郵送でクーポンが届くっていった形になっておりまして、次回のねホテル予約の際にこのクーポンコードをですね入力していただいて、当日アメリカンエクスプレスゴールドクレジットカードをね提示して利用していただくっていった形になっております。それでは次にですね、スターバックスの特典3000分がね受け取れるっていう風になります。こちらねかなりすごいですよね。開始時期についてはですね2021年の2月から開始っていう風になっておりまして、アメリカンエクスプレスのですねゴールドクレジットカードを更新するとスターバックス特典3000分がね受け取れるっていった形になっております。こちらねどんな感じで付与されるのかちょっと記載がないので、スターバックス特典っていうね感じで記載されているので、まあおそらくですねクーポンみたいなのでね付与されるのかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあスターバックスですからねかなり人気ですし、かなりね利用する人も多いかなっていうふうに思いますので、この特典はね本当にいいのではないのかなっていうふうに思います。まあ年会費がね2万9000円ということで、かなりね高額のクレジットカードなわけなんですけども、まあ3000分ねそのまま利用できるっていった形になればですね、スターバックスねよく利用される方であればですね、本当にまあ実質ですけどもね年会費の割引みたいなね感じで受け取れるような特典でもあるかなっていうふうに思います。でですね、こちらの特典の受け取り方法なんですけども、2021年の2月にですねウェブサイトでお知らせするっていうふうに書いてありますので、クレジットカードで保有されている方で更新で迎える方はですね2月になったらですねぜひねチェックしていただければなというふうに思います。それでは次にスマートフォンプロテクションの開始ということで、こちらね ANA アメックスゴールドクレジットカードでも開始になるね保証サービスなんですけども、2021年の1月からね開始になるっていった形になっておりまして、スマートフォンのね修理代最大5万円まで保証してくれるっていうサービスになっております。この特典はですねパッと見ねすごい特典のようにね見えるわけなんですけども、条件がねあるっていった形になっておりまして、対象はですねクレジットカードを持たれている本会員のみっていった形になっておりまして、購入後2年以内のねスマートフォンのみ対象っていう風になっておりまして、
またね、保険発生時でスマートフォンの、ね、通信料を3ヶ月以上ね連続で決済している必要があるっていった形になりますんで、またね、一事故につきですね、免責金額ね1万円がね設定されているっていった形になりますんで、こちらの特典をですねメインカードで利用されたいっていう方はですね、ちょっとね公式サイト細かくチェックされた方がいいのかなっていうふうに思っております。それでは次に海外旅行保険ですね。残念ながらねこの特典が一応ね解約部分ではあるかなっていうふうに思っております。アメリカンエキスプレスのねゴールドクレジットカードに関しては、海外旅行保険はね自動付帯でね利用できるっていった形になっているわけなんですけども、こちらね2021年の7月よりですね利用付帯にね変わるっていった形になっております。変更前と変更後はねこんな感じになっているわけなんですけども、まあ、保証額はね上がっているっていうふうに見えるんですけども、まあ、今まではですね自動付帯で海外旅行保険ね利用できてたわけなんですけども、2021年7月よりですね利用付帯にね変わるっていった形になりますんで、クレジットカードを保有しているだけではですね海外旅行保険ね利用することができなくなるっていった形になっております。ではですね、今後どのようにすればですね対象になるかっていう話なんですけども、公式サイトの方でですねその対策みたいなのがね書いておりまして、日本国内でのカード決済がない場合ですね、出国後に海外で時刻表に基づいて運行される公共交通用語のチケット料金ということで、こちらを決済すればですね対象になるっていった形になっておりまして、こちらね詳細ページを見るとですねこんな感じでね出ておりまして、電車バスもしくは飛行機ということで、まあこちらの決済をすればですね対象になるっていった形になっておりまして、空港までの電車代、リムジンバス代とかねこういうものでもね OK っていった形になりますんで、もしね海外旅行保険ね目当てにされている方はですね、ちょっとねこちらはかなりね重要っていった形になりますんで、この点はね覚えておいていただけたらなというふうに思います。まあ、こちらに関してはですね対策はねかなりしやすいかなというふうに思うわけなんですけども、ちょっとね残念ポイントではあるかなというふうに思いますよね。いかがだったでしょうか。今回ですねアメリカンエキスプレスのゴールドクレジットカードの特典変更ということでね解説させていただきましたけども、海外旅行保険に関してはですねちょっと残念な部分もあるわけなんですけども、全体的に見るとですね今までクレジットカード更新で特典がなかったものが今後はね特典が受けられるっていった感じになりますんで、改良なのではないのかなというふうに思っております。マイルをね貯めている方でこちらのクレジットカードもですね保有されている方ね結構いるかなというふうに思いますので、ぜひね参考にしていただければなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットモームホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。